2番目に入ります。災害時に高齢者への避難対応を伺います。東日本大震災から10年が経過しましたが、全国各地では大規模な自然災害が頻繁に発生しており、災害は忘れた頃に発生すると言われ、いつどこで何が起きるかわからない状況下で生活をしている感じがします。大規模な地震等の災害時に町の避難行動要配慮者名簿と個別避難計画の作成状況等、そして迅速安全に避難するための対応について伺います。所長。それでは災害時の高齢者への避難対応に関するご質問についてご答弁を申し上げます。平成23年におきました東日本大震災では、災害発生時に自力で迅速な避難行動を取ることが困難な方が多数犠牲となりました。このことを教訓に、平成25年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿の作成に関する規定が設けられ、当庁においても取り組みを進めてきたところであります。避難行動要支援者名簿の作成にあたりましては、民生委員・児童委員やケアマネージャーからの情報提供、あるいは地域包括支援センター窓口での相談などの情報をもとに、内閣府が定める取り組み指針に基づき、対象者の身体状況や要介護状態、家族の状況などを確認するとともに、家庭訪問による調査を実施した上で、名簿登録が必要か否かを判断しております。またその内容は随時更新を行っているところであります。次に、個別避難計画につきましては、一人暮らしの高齢者や障害者等一人一人の状況に合わせて作成する個別の避難行動計画であり、要支援者の身体状況や避難した場合に注意すべき事項、居室や寝室の位置、また近くの避難所までの避難経路や支援者が登録されたものとなっております。現在名簿に登録されている方全員の個別計画は作成済みとなっております。また本人の同意をいただいたものについては、平時より消防や警察、民生委員・児童委員など避難支援等関係者へ名簿の提供を行い、日頃の見守り活動の参考として活用されているところであります。次に、迅速安全に避難するための対応でありますが、災害時には迅速な情報伝達と避難誘導、安否確認及び状況把握等が必要となります。町といたしましては、これらの情報を網羅した個別避難計画について、有事の際において十分な活用ができるよう、日頃からの情報を反映させるとともに、避難の際に関わる地域住民の皆様との連携の維持確認を行うなどして、体制の維持に努めてまいります。竹原君。名簿は常に最新のデータに更新している。それから避難経路等作成済みであるということで、まずはしっかりとそれに従って行っていただきたいと思います。ただ災害の対策は最悪を想定して訓練等を実施することだと思っております。三戸町も21キロの距離で折り詰め断層があり、直下型地震の震源地になることも想定されております。深夜に、8月にもございましたけれども、深夜に大規模な地震が発生した場合、それらデータとかそれらを見る意図もないというようなことも考えられると思います。町で出している地震対策についマニュア
防災マップにもついておりますが、もう3分、1分がまず過ごさなければならない。3分でみんなの無事を確認、火災を発生を防ぐ、まあ、10分からもう救助、救援に回らなければならない、地震の場合は。そのような時に、じゃあどうするのかというふうな、こう訓練、通常訓練でもいいですが、しておるのか伺います。総務課長。お待ちの図上訓練ということでございますが、平成29年度におきまして、県の防災の関係者等々を招きまして、三戸町の役場の中でですね、その際は大雨による災害ということの想定でございましたけれども、通常の訓練ということで行っております。以上でございます。竹原君。今回は私はもう地震に特化して質問しております。大雨であろうあるとか低気圧であるとかは予想できますので、まあマップも名簿もすべて活用できると思いますけれども、そこで先ほども申しており、質問しましたけれども、安否確認と日常例連絡支援協定を結んでおりますと、その分は助かります。ですから、避難対応も複数の関係者担当制度というのを、これらを研究してほしいと思いますが、どうでしょうか。健康推進課長。まず町で現在、作成をしております、個別避難計画、こちらにつきましては、あらかじめ、1名ないし2名の避難支援者の方を登録してございます。また議員がおっしゃいましたように、直下型等の地震が発生した際、緊急時におきましては、まず隣近所の応援体制というものも大事であるということで、そのためには平時からの訓練あるいは備えというものは非常に大事であるというふうに認識してございます。でそのためにはやはり日頃からの声かけであるとか、見守りであるとか、地域の、住民同士がのつながりといいますか、助け合いながら生きていくという暮らしていくという、そういう包摂的な、体制づくりというものも必要であるというふうに思いますので、今後さらに、各町内会や関係機関と連携を図りながら、その実現に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。竹原君。突発的な地震等の場合はなかなか対応が難しい、まあ、昔のように向こう三軒両隣というような体制がしっかりできているのであれば、私は隣近所大丈夫だと思っておりますが、今はそれらがもう崩れておりますので、新しい制度、新しい取り組みというものをやはり考えていかなければならないと思っていますので、日々研究努力よろしくお願いいたします。